はい、ボーダーランズ3、続きやっていきたいと思います。ねえ、ディビジョン2でもそうだったけどね、定期的にこういう帽子が結構ね、ハマっちゃいますね、好きになっちゃうね。はい、そんな感じで今回、そう、ソーシャルのさ、またゴールドキーが発行されたんでね、6個入手しております。あれ、ちょっともらった今、もらえた？なんか固まったんだけど。一応。ゲット。オッケー。あ。はい。ちょっとこれでちょっとガチャ行こうか。まあ、今回は、まあ、前回パートをそのまま引き続き、継続的にやっていく感じでね。まだこの辺のさ、下のミッション、いろいろあるんよ。あるんだけど、まあ、今回はちょっとゴールドキーでなんかいい武器さ、入手してそのままゴーイングローグズ、やっていこうと思ってるけど、どうだろうなぁ。ここか。2個ぐらいやっちゃおうか。行くぜ。うわぁ、めっちゃ楽しみー。おっとー、なんかすごいの来た。おっと、来たー。なんでお前の。なんでさ。困ったな。そっか。何これ。よし。もうちょっともう1個開けちゃおう。よし。行くぜ。残り6個ね。6本ね。うわー、なんかもう、開ける前から分かっちゃったね。まあ、全部ちょっと拾いますわ。値段見てなかったけど、結構安いな。600いくらだもんな。お、いいの来たね。じゃあちょっと装備確認してみようか。どうでしょう。これがめっちゃ、お気に入りで使ってるけど、めっちゃ強いんだよね、これ。だけど、レベル19で。まあ、これはちょっとレ、冷蔵庫じゃなくて倉庫に入れようかなと思ってますけど。そうね。ちょっとずつ、変更はしてるんだよね、武器をね。とはいえ、これはあんま、なんかいいんだけど使わないんだよな。お、いいね。これ、気分転換に変更しようかな。ね、ディビジョン2と違ってさ、レジェンダリー系がそこまですごくはないんだよね。うん、これは、リチャージ速度が遅くなるけど、容量、うん、シールド展開 15% の確率で、まあ、一回今のままで。お、これはすごいな。すごいって、容量がね。オッケーオッケー。じゃあもう、それ以外はもう全部処分しちゃうって感じでいいのかな？なんで、クエスト始まってさ、ショップ見つけたら、売っちゃおう。オッケー。じゃあ、今回、ソリミッション。マルチでやっていきたいと思います。はい、いかがでしょうか？どうだ？始まるかな？なんか、いつもめっちゃ早いんだけどね。まあ、とりあえず、今回もね、始まるとこまでカットしたいと思います。どこに飛ばされるかわかんないけど、あ、待った、待ったね。オッケー。じゃあ、行きます。よろしくお願いします。はい、始まったけど。あ、もう話っていうかもう結構進んでるな。ショップがねえか。お、レベル30のゲームに参加した。なるほど。読めなかったけどね、下の方。まあ、ショップあったな。ここでちょっと。で、ちょっと。売却からって、ストーリー用の？もうなんか、あ、売っちゃった。変なもん売っちゃった。え、これ何これ？アーティファクト。よくわからんぞ。エピックアーティファクト。ちょっとこれ、え、これ何なんだろうね。知らないけどさ、これだけ回収しよう。まあ、いいや、行こう。なんか使うやつなのかな。裏切り者がいて、私の ID がいるんでしょ。好きにして。裏切り者が誰であれ、見つかり次第八つ裂きよん。クレインがやらなくても私が。なんか話がめっちゃ進んでわかんねえな。だから、あまりマルチ参加しない方がいいのかなと思ったりもするけどさ。まあ、頑張ってやっていきましょう。CO2の情報を集めてくれてる。情報の受け渡し場所を調べて、動向を探ってくれ。ログスを裏切った。ちょっと待って、さっきさ、売れない武器ってあったよね。まあ、きっと悪党な意味の名前にしたせいだな。まあいいや。ちょっと待て。せっかくワープしてきたのに。
まあじゃあちょっと合流するとこまでカットしようかな。ねえ、ボルト嵐、お友達の精霊をやってから結構経つじゃん。新しい殺人動画をフォロワーに成果されててさ。はいはい。なのでデスマシーンを作りました。来ましたよ。私の殺人カメラで自滅するとこを撮らせてくれたら世界に一つだけの銃をあげちゃう。よし、じゃあまあちょっと行きましょう。歩くってことはファストトラベル関係ない感じか。してもいいとは思うよ。でもさ、あんたって銃に関しては見境ないじゃん。そんな自尊心のないあんたにぴったりのブーツなんだけどな。聞こえた聞こえた聞こえた。ちょっと待て。うわ、めっちゃ減らされるじゃん。行くぜ。どこどこどこ。オーイエー。ああ、バットはさ、まずいな。ああ、いるね。おい、終わり。はい、終わり。リロードできるのはリロードしとかないと。うわ、これめっちゃ連射すごいわ。イエー、どこ行った。ゴー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 。名前が出せない。え、あ、これさ、アップデート追加されたのなんかよくあんま見たことないような武器がいっぱいあるんだけどさ。どこいる？知らんけどさ、ジェイコブス。なんかめっちゃいいアイテム出た。あー、武器防具確定みたいな感じか。よし、あともう一つ ID があればいい。モルトハンター、次はドミノってやつを探してくれ。全エデンで一番の狙撃手かつ。なんかカウントダウン始まってない？そういうやつなんだ。ドックに行ってナイスガイを探せばいい。オーケー。いや、どこだよ。ちゃんとマップ見ようか。こっちか。まあ、歩いてもいいな。行くぜ、歩いて。せっかくだから開けてっけどな。いや、知らんけどさ。あ、いや、まあ、これちょっと終わらすか。見えねえんだけど、お前そこにいるの。こっちか。道中なんかいろいろありそうだけど、お、到着したね。物陰から奴らを片付けるんだ。やんだれよ。塩コショウ、しっといてな。おいおいおい。絶対漏らした。絶対漏らしたって。オーイエー。あ、この銃いいな。使いやすいわ。あー、弾がそう無限じゃねえんだな。どっかで声したぞ。何言ってるかよ、分かんないぞ。あ、で、ごつい来たぞ、ごつい。
どこがクリティカルかわかんないけど。案がちょろくね。おー、だつ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 。ダメっぽくね。うぃー。いやたまぎりじゃん。生まれて初めて乗ったのに。じゃあ俺は積み荷を追跡するスキャナーを船にセットするぜ。OK。スキャナーが壊れてやがる。クレーンに乗ってスキャナーを修理してセットし直してくれ。そうすりゃ船を追跡できる。頼むぜ。難しいことわかんないけどな。ダメだ、任せた。スキャナーのとこへ行ってくれ。すまねえな。ここ下を見るなよ、ちびっちまうぞ。ここ全く話聞いてねえぞ。引っかかってやるんだな。蹴ってみてくれ。あ、面倒ばかりかけて悪いな。あんたがいて助かったぜ。よくわかんねえぞ。攻撃当たってる？ダメっぽくね？なんかわかんねえぞ。よくわかんねえ。あ、ダメージ入ってんのかすらわかんない。私は最強！いいな。燃えちゃったじゃん。ぶっ殺される。 OK。 どこだ、もう一体見えないんだけど。おお、ごついたね。こいつらちょろい。 ID は俺のオフィスにある。クレイから聞いてるぜ。裏切り者を追ってるって。頑張れよ。俺はここに残って狙撃の続きだ。仕事だからな。じゃあ、会おうよ。OK。 ただ自分が強いというよりさ、シオンさんが強いって感じかな。レベル30はやっぱりレベル補正がすごいからね。ついにローグトラッカーの出番だ。ローグホローへ戻ってくれ。ID を全部スキャンすればわかるはずだ。欠片と裏切り者の居場所がな。めっちゃファストトラベルしたじゃん。どこよ。お宝トラッカーで裏切り者を探すことになるとは思わなかった。ごめんね、ちょっと飛ぶわ。忠誠心は報酬次第だと言ってたのはあながち間違いじゃない。よし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 。アクセスが許可されました。こっちね、オッケー。こいつはこの宇宙で最先端のトラッカーなんだぜ。あらゆるテストでドローンやらロボやらのあれをあれしない性能を見せつけた。なんだっけ。あ、最初から飛び降りたっけ。何かを許さない的な言葉だ。おっと、そうだ。お宝トラッカーだ。あ、こいつがボス。これぞ密輸人の秘密兵器。探し物にはジャバーだ。素早いし嗅覚は猟犬並み。しかもあちこちでうんこしないようデジタル化してある。掃除がほんと面倒なんだ。わお。さあ、ジャバーを追え。追随。そうだ、他の追随を許さない。昔殺した奴が教えてくれた言葉だ。本を抱えて歩いてるインテリだったな。仲間に裏切られてても、え、どこ行く。出るのはいいもんだ。たとえ疑似的でもな。頭良さそうな言葉だ。どこ行ったぞ、仲間っていうか。オタク野郎から教わったんだ。うっかり殺しましたが、役に立つ奴だったね。どこいる、どこいる、どこいる。見えねえんだけど。行こうか。今いい。あー、なんかちょっと激しくなってきた。休憩中だって。おーゴッシュ。
いける、殺しきれる。開けていこうか。ウークだな兄弟、まったくよいしょ、よいしょ、引っかかった。おっと、こりゃえぐい。ジャバーの殺人スパゲッティかよ。ソースはなんだ。スイングのもの。オーギャー。オーイエー。はい、じゃあ行こうか。あり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 、急いで急いで、ゴーゴーゴー。エレベーター持ち。ジャバーが何か伝えようとしてる。ジャバーによると、かけらはすぐ上にあるらしい。ありがとうなジャバー、好きにしていいぞ。よし、ボルトハンター、さっさとかけらを手に入れて、ローグスを裏切ったのは誰か。なんであんなとこいっぱいアイテム持ちんの。よし、ショップだショップ。てかまだ売るもんねえんだよな。まあ1回分あるから、ちょっと今拾ったアイテムチェックしてみようか。これ使ってないから、なんか更新分があればいいんだけど、こうなるといよいよこれ更新かな。ダメね、このままか。はい、じゃあ行きましょう。ボスエリアか。アルキさん。アルキメデス？死んだはずだ。ああ、そうか。死んだふりをしてローグスを裏切ったんだな。手の込んだ真似をしてどういうつもりだ。オーレリアは2つの惑星とそこを結ぶウォータースライダーを作るのに十分な金をくれるって約束したんだ。俺たちの長年の夢だったじゃないか、クレイ。それがついに叶うんだ。まあ、話聞いてられる。ちょっとショップ行くわ。お前ってやつはボルトハンター、あの裏切り者の青をぶっ殺してくれ。あ、今のやつ気になるな。これ俺には新しい、これ新しい輝きもだ。うわ、めっちゃ早いよ。チルドレンオブボルトだ。裏切り者にとどめを刺してくれ。いやー、わ、全然減らねえ。なんかそう、いろいろありがとう、ゴールドハンターなあ。ローグスに入らないか。あんたみたいな人がいると助かるんだが。あ、実はオーレリアは走って、なるほど、サンクチャに戻ればいいのね。よし、話聞きながら戻りますか。親父同然、カリプソツインズはその人を殺し、オーレリアはそれに手を貸した。違う違う、奴らとことを構える時は知らせてくれ。損得抜きで駆けつけるぜ。よし、さてさて、タニスって言ったら一ちゃん上のとこだっけ。なんかね、もうだいぶ長いけど、だいぶってまだ1週間ぐらい。なかなかタニスの位置が分かりづらい。一ちゃん上だと思う。あ、ここ登れんだ。実は俺からもいい知らせがある。3つ目のかけらのありかが分かった。昭和の女の鼻先だ。おーかし、姉ちゃんか。お疲れさんでした。もうめっちゃレベル上がりそう。タニス、本気なの？リリス、
心配してくれてるらしいのはわかるわ。でも事実は変わらない。カリプソツインズは必ずボルトの怪物の力を奪い、ちょっと話聞こう。あいつらに何一つくれてやらないためには私が必要なの。信じて、私がやるしかないし、私は決してしくじらない。行くって決めたのはタリスだよ、リリス。それに何もしなきゃカリプソツインズの思い通りになっちゃうじゃん。分かってる、タニス、信じるよ。あんたが決めたことだし。ありがとう、リリス。それからエヴァ、言うまでもないことをあえて言うわね。マヤを殺したのはトロイ・カリプソ、リリスじゃなく。うんざりするほどたくさんの戦いが繰り広げられてるわ。望んだものとは違うでしょうけど、この船があなたの家族なのよ。でもタニス。はいはい、きっと分かってくれる。といいんだけどね。作戦はリリス、最後のかけらのありかはウェインライトが知ってる。ボルトを開けるよ。今回はカリプソツインズに遅れは取らない。オッケー。ウェインライトはかなり燃えてる。奪われたものを奪い返すチャンスが巡ってきたんだから当然か。グッドラックだぜ、ボルトハンター。この船は俺がガッチリガードだぜ。オッケー。よし、じゃあ今回のマルチはここで終わって、軽くもう一個ミッション行こうかな。おい、じゃあまあね、ちょっと戻ります。はい、戻ってきましたけど、今ちょっと軽く見たけどさ、墓石のような冷たさ、レベル29なんだよね。まあ、元ジャスト的な感じだけど、まあ消化してないクエストがあるから、その辺回っていこうと思うんだよね。グロックを倒す、グロックの内臓を取る。おい、じゃあまあ最後これ行こうか。どこかわかんないけど、これは、エデン。エデンの、よし、じゃあ、これ始まるとこまでカットしたいと思います。おっと、案外近場だぞ。よろしくお願いします。はい、来ましたけど、まあ、行こうか。またクエスト発生してんの26。いいね。エデン6に住むマイルズ・ブラウンという科学者からの依頼です。私は彼の書いた科学用語を理解できませんでしたが、とにかく石ころについてのお仕事のようです。ワクワクしますね。ちょっと待てん。ボルトハンター、頼む、助けてくれ。こいつは緊急事態だ。なんなのさ、なんかそのままここからポロッといけるかと思ったら、こう回っていくみたいね。いけるかどうかわかんないけど、たまに段差があって別逆さえいけるか。これが見えると本当期待できるね。オッケー、到着ですかね。ここか、ここのどっかにいると。で、早速1個目ゲット。エクストリーム、チャドさんね、オッケー。じゃあ次、案外あっさり終わっちゃいそうな気もしないでもないぞ。チャドさんに話さなきゃ進まない。どんどん敵出てきてもいいんだけど。はいはいはい。トリストこんでてる。もうなんかたまにバグあるからね、なんとも言えないんでね。どっかにあんのか、死体が。これ違うよな。意味わかんないんですけど、めっちゃいっぱい出てきてくれないと話が進まねえじゃん。まあよくあるあるってことで、ちょっとねリセットして戻っていきたいと思います。はい、セーブとロードが早いから速攻だな。またなんか発生してるぞ。恐竜がうじゃうじゃいるドイナカの沼にだってバーガーは絶対に必要なんだ。あ、またここでもあんのか。さあ、行った行った。はい、ごめん、今忙しいから。ライバル店の看板を撃ち落としてくれたら時間を延長してやるよ。頼むぞ。2体発見。おっと、雨。汗もかかない。汗もかく、かくほどでもねえわ。で、めっちゃ逃げてるってこと？あいつ。さっき見失っちゃったって感じなのかな。すげえ高さだ。
Yeah. 逃げんなよ。最高にエクストリームだぜ。さあ体に塗りたくるから持ってきてくれ、ブラザー。はいはい。待っとくよ。え、これ案外ちょろい系のクエスト？敵も出てこないんだけど。よいしょ。はい、どうぞ。アファー、ひどい匂いだ。ションペンの匂いだな。エクストリームな悪臭だぜ。パーフェクト。お次は対戦相手のトカゲちゃん探しだ。なんだ？はい、ついていく。さすがに一回で終わらないね。グログの体液が効いたら、どんな味なのやら。まあいい、戦おうぜ。待て、大丈夫だ。やっぱダメピ。で？かすり傷だ。爪取り？牙の。私だったら次のラウンドはやめとく。はい。あ。落ち着いて。すぐ治るよ。はい。見てたか？へえ、メガエクストリームだぜ。軽い内出血とあばらが何本かってとこだな。危険を味わってる時ってのは血の味がするんだよ。それが危険の味なんですからね。あ、そうだ、超絶スタントの新しいアイディアを思いついたぜ。本当にいいアイディアだと思ってんの？何すんの？いいか、ブラザー、危険が呼んでたらオッケーって答える、そういうもんなんだ。ついてらっしゃい。はい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 。ビッグヘアだ、ベスト決めろ。え、これ飛べる？飛べねえじゃんよ。あ、あ、ブラララララブラララララララ、ブラザーお前にだぜ。ごめんよ。思いっきり飛べ。ちょっと見失っちゃったじゃん。もしもし、何？いいお返事だ、ブラザー。最高のベースジャンプを決めてやるから見ててくれ。はい、準備しんしゃい。ベースジャンピングってパラシュートいるだろ、普通。ぷぷぷ、そんなもんパラシュートなんてのはな、空のおむつなんだよ。赤ん坊がするもんだぜ。なあ、ギリギリを行きたくねえのか。ピリオドの向こう側を走りてえだろ。最高ったらどういうもんか。あそこ行っておく。早してくれや。準備ができたら教えてくれ。おーい、届くかな。届いた。どこ行った。何さ、なんかジャンプ待たないといけなかった。はい。あそこどうやって行くんだ。飛び降り、この上に登るか。これ登って登って、ちら、危険の味、うまいぞ。生きてる。最高だぜ、今のはエクストリームだったぜ。あ、まだちょっと死んでんだ。このために戦闘を中断したんだから感謝してよ。いや、めっちゃ最高だぜ。死んでんじゃんよ。血まみれの内臓のヤバさときたら、くー、鳥肌立った。あ、おらららららら、新しいスタンドだ。さっきは落っこしたから次は上がらないとな。デンジャータウンではそういう決まりなんだよ。ここにエレベーターちゃんがある。こいつと来たらチューズローだ。だからスピードをアップさせてやるんだよ、ロケットブースターでな。あんた本気でやる気？要するにブッドビーロケットタイムってことだ。ロケットを頼むぜ。絶頂レベルのスタンドになるぜ、ブラザー。はいはいはい、燃料を集めるのね。ん？あれでいいのかな？正面の。まあ、ナビに。わあ、めんどくせえやつ来たぞ。あ、初めて見る色だな。よいしょ。ほう。え？うお、来た。びっくりした。なんだこれ。
待て待て待て、どうでもいい、どうでもよくないけどさ。はい、次行きましょう。これもめっちゃ強いな。おいおいおい、撃たなくていいから、撃たなくていいから。また湧いた、また湧いた、よし行こう。あ、まだレイツ、ちょっと待て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 、ちょっと待て、おい、シールドがいるな。オッケー、あっさり終わったな。よし、これ開けて、こっちからじゃないとダメ。はい、これの敵が出てこねえな。まだかよ。え、上にファストトラベルしないといけないっていうか、そういうオチやめてよ。あ、あ、取り付けるだけか。ふい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 、ここね、オッケー。おい、こんな感じ、もっとだ、もっと、オッケー、うちに溜め込んである最高のお宝をお前に見せてやるよ。どうだ、最高です。よし、下がれ。この暴れん坊ジェネラルに最初に乗るのは俺だ。準備はいいですか、ブースティジャマちゃん。今のはエレベーターの名前だぜ。あ、うん、飛ばねえんかい。いやでも大丈夫だ、点火装置を撃て、それでなんとかなる。へえ、打ち上げだ、点火装置を撃て、撃って、あんま失敗しちゃうよな。先にちょっとワールドスタントパラダイスへの片道切符だぜ。こいつはビッグスタントになるぞ。あ、これね、こいつが危険な、こっちね、うまいぞ。あの根性は見習うべきだな。はあ、でどうなの、これでいけんの。あ、あーあーちょ、あー、もうはいはい、ちょっとカットするわ。登るとこまでカットします。ほーい、到着で、これか、オープン。はい、ミッション完了。レベルがもうちょいで上がるんだけどな。よし、はい、じゃあ今回はここで終わるけど、拾ったアイテムチェックしようか。うん、これも使い勝手いいし、これもいいし、うん、どうですか。お、はあ、生身の人間に対して、敵に対して非常に効果的。やっぱそっちがいいかなーと思ったけど、ちょっと付け替えて使ってみるか。これでしょ？弱そうな感じ。まあいいや。まあ使ってみることにします。じゃあね。もうすぐでレベル上がるけど。今回はこんなとこで終わります。お疲れ様でした。ありがとうございました。